さっき電話した。全然折り返しないんすけど、じいちゃんどうしてます？あれ、ちゃんと伝えたんだけどな。ユージ君が何か持ってきてほしい。やかましい！そんなって言っとき！ムカつしろ！ムカつ！こんなところに特級呪物保管するとか、バカすぎるでしょ。ないですよ。今度マジで殴ろう。始めますよ。本当にいいんすね、佐々木先輩。ゆっくり呼んだって。ザッコおかけん。あ、プランクトン会長取ったな。なんだそれは。ラグビー場が閉鎖されているのはご存知ですね。そこでこの30年前の新聞記事です。建設会社の吉田さんが行方不明になったという事件。一連の騒ぎの原因はラグビー場に埋められた吉田さんの怨霊の仕業だったのです。おかけんがオカルト解き明かそうとしてんだから立派な活動報告だろうが。ガキの遊びじゃないんだよ。よう、ちゃんとおかけんって書いたけど。俺が書き換えた。陸上部顧問高木。いたのり、全国制覇にはお前が必要だ。正々堂々陸上競技で勝負だ。面白え、やってんや。入部届を書き換えるのは正々堂々なのだろうか。おそらく2級の呪い、例の呪物の影響か。特級呪物、厄介すぎな。誰が持ち出した？今どこにある？どうする虎杖。ねえ、虎杖って有名なの？ファールは取らんから好きに投げていいぞ。すまんな、お前の専門外をあえて選んだのは俺の本気を伝え。だいたい30m。いや、先輩ら怖いの好きなくせに、俺がいないと心霊スポット行けないじゃん。好きだから怖いのよ。先輩がいいならいさせてよ。結構気に入ってんだ、おかけんの空気。そういうことなら私らは別に。あ、もう半過ぎてんじゃん。じゃあ先生、俺用事あるんで。呪物の気配。おいお前、早すぎんだろ。うんなっつったろ。いちいち穴なんか買ってくるんじゃねえ。俺だって暇じゃなきゃ見舞いなんて来ねえよ。よし、じゃあ暇な俺の話を聞け。興味ねえし。男はな、カッコつけて死にてんだ。空気読め、クソマコが。お前は強いから人を助けろ。手の届く範囲でいい。救えるやつは救っとけ。俺みたいになるなよ。必要な書類はこれで全部ね。うす、お世話になりました。虎杖雄二だな。呪術高専の伏黒だ。少し話がしたい。悪いが時間がない。お前が持っている呪物はとても危険なものだ。今すぐ俺に渡せ。日本国内の不可解な死者、行方不明者は年平均1万人を超える。特に学校や病院には膨大な怨念がたまりやすい。神産、後悔、地獄、より邪悪な呪物を置くことで他の呪いを寄せつけない激毒。魔除けとは名ばかりの悪習だ。特級に分類される危険なものだ。人死にが出ないうちに渡せ。いや、だから俺はいいんだって。そういや、今夜学校であれのお札剥がすって言ってた。え、もしかしてヤバい？ヤバいなんてもんじゃない。そいつ死ぬぞ。どうせ何も起こりゃしないんだから。お、取れた。人間の何なの？お札ってそんな簡単に取れんの？いや、磁力のない人間にはまず無理だ。こいつらどこだ？4階。なんだこのプレッシャーは。お前はここにいろ。俺も行く。やばいんだろ。邪魔だ。食っていいぞ。見つけた。俺みたいになるなって。くそ、人間ごと呪物を取り込むんだ。こっちのは間違ったしだ。なんで来たと言いたいとこだが、よくやった。俺今まで幽霊とか見たことないしな。お前怖くないんだな。いや、まあ怖かったんだけどさ。ま、自分でもよくわからん。おっと、これが？より強い呪力を得るためだ。危ないからさっさと渡せ。はいはい。逃げろ！死ろ！うえ！あいつは連れて逃げろってるか分かんねえのか。お前だってヤバいじゃねえか。それじゃお前は死ぬだろ。今帰ったら
夢見る悪いんだよ。俺によこせ、お前も食われるぞ。あるじゃねえか、全員助かる方法。俺に磁力があればいいんだろ、伏黒。万が一感じるに限るな。呪術規定に基づき、虎杖悠仁、お前を呪いとして払う。今喋ってんのか呪物か虎杖かもこっちは分かんねえんだよ。くそ、どうしたらいい。2年のみんなに見せやーっと。さすがに特級呪物が行方不明となると上がうるさくてね。本当だ、混じってるよ。ウケる。体に異常は？別に。10秒経ったら戻っておいで。大丈夫、僕最強だから、はい、僕のおすすめはずんだ生クリーム味。この人土産買ってから来やがった。人が死にかけてる時に。そんでね、中の生クリームが絶品なのよ。生徒の前なんでね。まったく、だからどうという話でもないと。この虎杖とかいう小僧、一体何も。それで済んでるのが奇跡だよ。何したんですか。気絶させたの。これで目覚めた時、宿儺に体を奪われていなかったら。死なせたくありません。市場？市場です。何とかしてください。階層と展開が合ってねえんだけど。いやいや、頑張ったんだよ。これは君が食べた呪物と同じものだ。全部で20本、うちではそのうちの6本を保有してる。見ての通り、これは壊せない。それだけ強力な呪いなんだ。そこで君だ。え？君が死ねば中の呪いも死ない。宿儺に耐えうる器なんて今後生まれてくる保証はない。上は了承したよ。君には今2つの選択肢がある。今すぐ死ぬか。虎杖、どんな具合っすか、井口先輩。大丈夫ってお医者さんは言ってたけど、まだ意識が戻ってないの。変な化け物が襲ってきて、私も捕まって。呪いを寄せたり強くする効果があったんだよ。だから悪いのは先輩じゃなくて。俺行かなきゃならないところあるんだ。バイバイ。亡くなったのは？じいちゃん。でも親みたいなもんかな。今回はかなり特殊なケースだけど、被害の規模だけで言ったらザラにあるかな。宿儺の捜索をするとなれば、凄惨な現場を見ることもあるだろうし。お前は強いから人を助けろ。宿儺が全部消えればさ、呪いで苦しむ人も少しは減るかな。あの指まだある。改めて見ると気色悪いな。まず笑いでくるわ。どったの。いや、なんでもない。覚悟はできたってことでいいのかな。宿儺は全部食ってある。あとは知らん。てめえの死に様はもう決まってんだ。伏黒、元気そうじゃん。俺見てそう思うか。お前はこれから俺と同じ呪術師の学校に転入するんだ。じゃあ行ってくるよ、じいちゃん。すげえ山ん中だな。本当に東京？東京も郊外はこんなんよ。日本に2校しかない呪術教育機関の1校。表向きには私立の宗教系学校とされている。とりあえず悠仁はこれから学長と面談ね。学長。宿儺に狙われるなんて光栄だね。やっぱこいつ有名なの。両面宿儺は腕が4本、顔が2つある仮想の鬼神。宿儺の名を冠し、死後呪物として時代を渡る城をさえ僕らは消し去ることができなかった。力の全てを取り戻した宿儺ならちょっとしんどいかな。遅いぞ悟。8分遅刻だ。攻めるほどでもない。どうせ人形作ってんだからいいでしょ。8分くらい。矢賀正道学長だ。その子が呪いを学び、呪いを払う術を身につけ、その先に何を求める。それが呪いの被害となると感化できないというわけか。そういう遺言なんでね、細かいことはどうでもいいっす。俺はとにかく人を助けたい。人形じゃなかったのか。呪骸、人形だ。私の呪いがこもっているがね。九死にこそ人間の本音は出るものだ。納得のいく答えが聞けるまで攻撃は続くぞ。どこだ。
痛むとかひるむとかねえか。呪術師は常に死と隣り合わせ、自分の死だけでない呪いに殺された人を横目に呪いの肉を切り裂かねばならんこともある。まだ死刑を先延ばすためだと言われた方が納得がいく。ざけんな俺は。君は自分が呪いに殺された時もそうやって祖父のせいにするのか。死に際の心のありようを想像するのは難しい。君はなぜ呪術高専に来た。運動も喧嘩も昔から人並み以上にできた。この使命から逃げたらさ、飯食って風呂入って漫画読んで俺には関係ねえ、俺のせいじゃねえって自分に言い聞かせるのか。だね、自分が死ぬ時のことは分からんけど生き様で後悔はしたくない。合格だ。ようこそ呪術高専へ。